ハーパーズフェリーはアメリカ海軍のドック型揚陸艦。ハーパーズフェリー級ドック型揚陸艦の一番艦。艦名は南北戦争における激戦地であるバージニア州のハーパーズフェリーにちなみ命名された。ハーパーズフェリーは1991年4月15日にルイジアナ州ニューオーリンズのエイボンデイル造船所で寄港され、1993年1月16日に 浸水した。1995年1月7日に収益する。2002年9月1日、ハーパーズフェリーは、ジャーマンタウンと交代し、長崎県の佐世保母港とする。2005年時点で、ハーパーズフェリーは揚陸グループ1に所属する。2008年、サイクロンナルギスがミャンマーに被害を与えた際、救援として、オペレーションカーリングレスポンスが実施された。 ハーパーズフェリーはエセックス率いる支援艦隊の一部として現地に派遣され、5月13日から6月5日まで、ミャンマー臨時政府がアメリカの支援を受け入れるまで沖合で待機した。しかしながら6月前半まで支援の許可はなされず、部隊は予定に従って帰還を決定した。ありがとうございます。